中華航空006便急降下事故とは、1985年2月19日に中華民国の航空会社である、チャイナエアラインの旅客機が太平洋上で急降下した航空事故である。なお、英語をそのまま和訳して、チャイナエアライン006便事故とも言う。離陸から10時間後、006便は通常の巡航高度4万1000フィートを航行していた。この時点で、 サンフランシスコの北西部まで300回りの太平洋上を飛行していた。飛行していた空域は雲が立ち込め乱気流により待機速度が絶えず変化していた。当時は自動操縦装置によりマッハ0.85で巡航するようにセットされていたが、途中第4エンジンの出力低下が発生した。間もなくエンジンはフレームアウトし、これによりエンジンの水力バランスが崩れ、 右に傾き出した。なおも自動操縦で飛行を続けたが、機体の傾斜が大きくなったため手動操縦で修正しようと自動操縦を解除した。この際、速度がマッハ0.75までに減速していたことに気づいていなかったため、直後に機体が失速し、切りもみ状になって垂直降下した。006便は毎分15000フィートの猛烈な降下率で落下した。 急降下により機体は最大 5G の負荷にさらされ、空中で転覆したかのような姿勢となった。水平安定板が損傷し、VIV から APU も脱落するなど、空中分解する寸前のダメージを受けていた。さらにエンジンへの空気流量が減少したことにより3つのエンジンの出力が低下したことで姿勢の回復が困難となった。しかし1万1000フィートにあった。 雲層を突破した時に、扉が空中で飛散したため着陸装置が降りて、その空気抵抗によって、機体を減速させる効果を得られた。また006便の機長が、元軍用機パイロットであったため、この 5G の負荷の中で操縦できたことも幸いであった。さらに雲を抜けたことで海面を視認でき、急降下で失われていた、操縦乗務員の視覚感覚を取り戻すことができた。 そのため零零六便は9600フィートで水平飛行に回復することができた。結局2分半で3万フィートも降下しており、あと40秒で海面に激突するところであった。零零六便は最寄りのサンフランシスコ国際空港へ緊急着陸を要請し、途中2万7000フィートまで上昇したが、その後は異変が発生することなくおよそ1時間後に着陸した。 この事故では機体に大きな損傷があったほか、重傷2名、軽傷50名を出したが、墜落寸前の事故から奇跡的に全員が生還した。一連の急降下のきっかけとなった第4エンジンの水力低下は、航空機関士の排気バルブの設定ミスが原因であった。また、操縦士らは、エンジン停止による機体の傾きは、自動操縦によって修正されると考えていたが、 自動操縦装置は、エルロンと昇降打のみを制御し、方向打の制御は行わないため、傾きを修正できなかった。補助翼だけでは、機体の傾きを抑えることはできず、どんどん傾斜していくとともに昇降打は高度を維持しようとしていたため、どんどん待機速度が落ちていった。この間、操縦士らは、第4エンジンの水力低下の原因特定に注力していたため、機体の傾斜と、 速度低下に気づいていなかった。傾斜を修正しようと自動操縦を解除した結果、それまで補助翼と昇降打で維持されていた姿勢制御が解除されたため急激に右に傾き、失速状態に陥り急降下した。さらに雲中で水平線を確認できなかったこと、それにより空間式失調に陥ったこと、異常な傾斜を人工水平儀の故障と誤認したことが重なり、 姿勢の回復に時間がかかった。また、操縦士らが長時間の操縦で過労気味であったことが判断を遅らせた要因であったとされた。NTSB レポートコーティシーオブユニバーシティオブビールフェルトファカルティオブテクノロジー HTML バージョンバイヒロシ、ソガメセーフティープロモーションコントオールニッポンウェイズ。ありがとうございます。